安い。これも安い。これ買おう。ビッグエクストラ刈谷店でございますね。ビューティーライト970円、買っちゃいました。こちらこれですね。これで車の中で自撮りしながら照明というね、なかなかいいんじゃないですか。これ大きいね、固定版は自分の家にあるんですけれども、このちょっとハンディでね、 USB でクリップがねついてますから、3色ライト10段階 USB 電源、これちょっと早速ね使ってみましょう。さあ箱の中はこんな感じですね。すごいじゃん。わ、な長いな、長っ、超長い。つぶっと入れて、これである程度締めれば動きますよ。あとはライトがねどれぐらいの明るさなのかっていう、このお昼でも、現在お昼12時45分でございますね。7月2日でございます。平山茂と申します。今日は激安ディスカウントショップビッグエクストラに来ております。この USB、 車から電源を取ってみましょうか。ポチッと刺しましたよ。でここにねこういうスイッチがついております。さあスイッチオン。お、あ結構明るい。あ、これは明るいぞ。これは全然明るい。これもまあ10段階でね、 色も変えれますからね。この結構今白っぽいやつ、これが白昼食みたいなね、自然な光ですね。あ、いいですね。あ、いいですよ。これ使えるな。助手席のここにね挟み込んだ場合はこういう感じで、ここに携帯挟んでね、こういう感じで、で自撮りをして。弱いな、これ夜にならないとわからないですね。今とりあえずなんとかしてますけど、大丈夫かなこれで。さあこれで何がしたいってわけじゃないんですけど、まあ夜ですね、夜です。これまあ車に別につける必要はなくて、夜の街ロケをするときにこういうバッテリーチャージャーとかに USB つなげば、まあ手持ちで自分を照らしながら撮影できるっていう部分ではまあ使えるかなということで、まあこんなもんですね。まあどこかで出番はあるでしょう。まあお家でも使えますからね。これが970円でございます。安いですね。あとお気づきになった方いらっしゃるかもしれませんが、このアレンジパンケーキ97円、これ安いの。まあでもちょっと僕あんまスーパー来ないんで値段設定よくわかんないですけど、パンケーキ6枚入りで97円ですね。僕的にはすごい安く感じるんですが、別にそんなの安くないよっていう方もいらっしゃるでしょうね。あと相変わらずイカそうめんも食べてます。まあこれスルメそうめんって書いてありますけど、これもね相変わらず本当に食べてます。さあ
今のところ名古屋はちょっとね雨止んでおりますけども、まだこの後降ると思われます。そしてあの静岡とかね、東京方面、まあ愛知県もそうですけど、結構まだ続くみたいなので、本当にね注意していきましょう。まあ昨日しっかりね祈ったので、愛知県はちょっとね収まりつつあります。ただ愛知県でも三河方面、豊橋方面、あっちの方は結構大雨降ったみたいなんで、大丈夫だったと思うんですけどね。すいません、食べながら一回飲み込みます。うん、大丈夫ですから。うん、今日は何曜日ですか。今日は木曜日ね、7月2日も木曜日ですから、もう今日木曜日ですか、違う、金曜日だ、今日金曜日じゃん、もう今日金曜日ですからね。まあ明日お休みという方はもう本当お疲れ様でした。1日1週間お疲れ様でした。明日ねお休みという方はゆっくり、いろいろ天気で本当に先ほども言いましたけど大変だと思いますけども、まあ明日とか明後日はちょっとね天気に備えて家で過ごす方もちょっとまあ多いと思いますけれども、しっかり体を休めましょうね。うん、まあお仕事の方は引き続きとにかく安全第一で頑張りましょう。そういえばちょっと話長いんですね、ずっと車の中で。昨日ロト6買いました。当たりました。まあ当たったとはいえ5等です。5等が当たりました。ただこれ今回僕的に公式なロト6企画ではないので、ちょっとあんまり喜べないんですけれども、本当は月曜日のねロト6企画、月曜日企画でしっかり5等を当てたかったんですけども、まあ昨日の木曜日にたまたま買ったロト6でまあ当選となりました。一番上1、13、21、22、24、38、この列で10と22と38が当選ということで5等でございます。まあ嬉しいは嬉しいんですけど、ちょっとねわーっていう喜びはもちろんできません。ただまあ当たりましたよということでね、引き続き見ている方にも、あこいつもしかしたら当たるんじゃないかなっていうね期待をもう一度ね再確認していただけたんじゃないかなと思います。改めてねまた月曜日やりますので、ぜひ楽しみにしてくださいということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。ビッグエクストラいいよ。